と早く来すぎちゃったかな。あ、ルーフェスが来た。どうしたんだろう。姫様、大変申し訳ございません。ライアスですが、開拓任務の報告に手間取りまして、少し遅れるとのことです。ありゃ、大変だね。それじゃあしばらく出発はお預けかな。大変だ！最寄りの森に魔物の群れが押し寄せてきたぞ！なんですって？もしかして、ルーフェスが言ってた魔物が集まってきたの？そのようですね。よりによってこんな時に。姫様、今しばらくお待ちを。そんなこと言ってる暇なんてないよ。私、先に行って様子見てくる。ライアス君たちも後から来てもらって。姫様、無茶な真似はおやめください。えい、聞き分けのない。兄貴、魔物が出たって本当？ああ、のんびり話をしている暇はないぞ。姫様が止めるのを聞かずに先に行ってしまった。急いで後を追うのだ。なんだって？ったくあいつ、いつだって周りのことなんか考えてないんだから。すぐに追いかける。兄貴は状況の把握と兵士の手配を急いでくれ。ライアス！なんだよ！姫様を守ってくれ！頼んだぞ！わかってるよ！急いで来てみたはいいけど、ちょっとまずいことしたかも。こんな魔物がいるなんて思わなかったよ。まずいかも。いくらなんでもこんなのに襲われたら私じゃひとたまりもないよね。こうなったらもうやけくそだよ。来るならかかってきなさい。このミドルが相手してあげる。相変わらずの無茶っぷりだな。その鉄砲玉みたいな性格、なんとかできないのか？ライアス君、そんなこと言われたって体の方が先に動いちゃうんだもの。逃げる隙はなさそうだな。戦うしかないぜ。これは急に言われても心の準備が。くそ、こんな時兄貴ならどうする。違う、兄貴は兄貴だ。俺は自分の仕事をするだけだ。俺の仕事、メルルを守ることだ。やってやる。うおー、さっさと始めようぜ。ぶっ飛べ。やり尽くしてやるぜ。やったか。すごいよライアス君、一人であんな強そうな魔物を倒しちゃうなんて。ああ、意外となんとかなるもんだな。二人とも大丈夫か？あ、ステルクさん、ライアス君が。大丈夫、気を失っただけのようです。それにしてもこれだけの働きをすると、とにかくここでは何もできない。ひとまずはアルゼに戻りましょう。あ、ここは？あ、気がついた？あの後ライアス君気を失っちゃって。そうか、魔物の連中は何とかしたけど、結局最後まで決められなかったのか。そんなことないよ、ライアス君が一人で全部倒したんだよ。すごいよ絶対。すごく緊張してたはずなのに、体が勝手に動いてくれたみたいだ。俺ちゃんと仕事できたのかな？目が覚めたかライアス。兄貴、報告は受けている。
町の近郊にあれほど強い魔物が出現するとは想定外だった。姫様を危険な目に遭わせたのは私の不手際だ。そして姫様が無事に帰還できたのはお前のおかげだ。よくやったな、ライアス。兄貴、その俺はただ無我夢中で。何を言う。お前は自らの欠点を克服し、あの危機的な状況で姫様をお守りしたではないか。でも俺そんなことまで考えてなかった。ただ兄貴ならどうやって行動するかって思いながら、そしたら体が勝手に動いてた。同じことをまたやれって言われても多分無理だけど。どんな不測の事態にもその場で対応し、あらゆる危険から姫様をお守りする。それがお前に求められていたものだ。そしてそれは執務室にいる私にはできないこと。これからも頼むぞ、ライアス。ああ任せてくれ、兄貴。なんかいろいろすっきりした。もうちょっと休ませてくれ。ルーフェスが素直にライアス君を褒めるとこなんて初めて見たかも。それは心外ですね、姫様。私は正しいことをすれば評価しますし、そうでない場合は相応の評価を下すだけです。もう相変わらずだな。あんな時くらい素直になればいいのに。嬉しかったんでしょ、本当は。当然の結果を残しただけでもたまには褒めてやらねばと思ったまでです。ではこれにて失礼。なんだかんだ言って仲いいんだよね。なんか兄弟っていいな。あ、でも私にはケーナがいるか。よかったね、ライアス君。